はい、本人マン、本人です。今日はね、スーパーマリオブラザーズの3をちょっとやっていくんですけど、まあご存知、赤い人がマリオさんですね。マリオ、右の、緑色の人今いたと思うんですけど、あれがルイージという弟さんでね、二人でスーパーマリオブラザーズという、配管工をやられている、世界的に有名なご兄弟ですね。リュミエール兄弟とか、ライト兄弟とかね、クエイ兄弟とか、トグロ兄弟、いろんなご兄弟がいらっしゃるんですけど、非常に高名な大スターですね。そのスーパーマリオ兄弟の、冒険を描いた、シリーズっていうんですか、スーパーマリオブラザーズ、この冒険譚第3弾なんでございますけれども、今日はこれをやっていこうかって思う。これのね、第2弾、スーパーマリオブラザーズ2っていうのがさ、もう、信じがたい高難易度の鬼畜ゲームなんですよね。人間の底知れぬ悪意を目の当たりにしたっていうかね、恐ろしいような気持ちになるんですけれど、ちょっと前非常にね、私、マリオにハマっててね、マリオ2、ちょっとやり込んでたんですけど、まあ、諦めてしまいました。これは、ちょっと人間の手に負えるゲームではないな、って、そういうことをね、思ったんですが、今日なんでマリオブラザーズを遊んでいるかと、申しますと、何を隠そう、昨日ですね、つい昨日、4月28日なんですけれども、私、公開初日に行ってまいりました。スーパーマリオブラザーズムービーというね、今ね、マリオの映画をやってんですね。なんて言うんですか。CG アニメのね、あれじゃないですよ。デニス・ホッパーがクッパやってる魔界帝国の女神ではなくね、CG アニメのね、アニャ・テイラー・ジョイとかがね、声やってんだよね。確かね。それを、私、公開初日、東宝シネマーズ六本木で、見てまいりました。ということで、その映画のレビューも交えながらの、マリオブラザーズ実況プレイという感じでお送りしようかなということで、ございます。よろしくお願いいたしますということでね。はい。なんでございますけれども、そういうわけで、ちょっと前すごくそのマリオにハマっていたっていうのもあって、もう喜びさんで、うっとっと、イエイ、インターネットでチケット予約をね、どうすんだこれ、よいしょ。インターネットでね、チケット予約をするんですけれど、おや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 、ちょ、おーい、大丈夫、どんおり、大丈夫だよ。これね、なんか入ってんの、確か。ほら。ああ、ちっちゃ。まあいいけど、よしと。インターネットチケット販売でチケットを買ったの。そしたら、200円ちょっと高かったんですよ。普通より。普通っていうか、通常ね、1900円でしょ？今映画がいつから1900円になったんだって話も一方ではあると思うんですけれど、それがさ、200円増しの2100円だって言われて、これ何かっていうと、内訳は、キャラクター料金として追加で、200円いただき、キャラクター料金とは？キャラクター料金なんだろうって。まず、なったんですけど、まあってことで、とりあえず見に行くわけです。これがさ、六本木のさ、東宝シネマーズさ、もう着くまでが、これアセンションできるの。ね。一つ工事の存在になれるわけ。ね。こう、一個上ディメンション。これ一個上ディメンションで、もうボーナス三昧の日々よ。それが可能になるのがさっきの音符だよね。よしと。よし、ちょっと待ってね。これをもういち早く誰にも取られる前に全て自分の手中に収めたいという気持ち。はい。あ、もうおしまいじゃね、これ。オッケー。あ、全然下のカード揃って、あれ揃えるといいんだよね、確かね。なんか揃うと、もらえる？もらえるね、もらえた。なんか全揃いだと、
とてももらえるっていう、そういう、うん、これあれなんだよ、キノピーが住んで、キノピオ好きな箱一つだけあげるきっと何かの役に立つから三点リラ、これかな、うん、なんか 花くれた宝箱でかっ、あれがミミックだったら大変なことになるよ。それで日比谷線、いきなり日比谷線って言われても困ると思うけど、あの映画館にさ向かってく道中の話を今からするんだけど、もうね、そのもう街がさ、もう街全体、六本木という街全体が、あのもう完全にマリオナイズとされてんの。あ、びっくりしたよね。で、日比谷線、あのご利用になったことある方お分かりかと思うんですけど、その日比谷線のさ、六本木ヒルズのとこさ、ちょっと待ってね、これキノコ取りたいんだよね。ちょ、僕の強制スクロールの面というのはどうも苦手でね、私は自分のペースでやらせてよって、あのビーズの稲葉も歌ってましたけど、あ、じゃないとすっごに潰れるって言ってましたけど、あの、日比谷線のね、あのなんだ、巨大なエスカレーターがあるでしょう。六本木ヒルズまで通ずる長い長い長いエスカレーターっていうのがあるんでございますけれども、そのエスカレーターの周りをぐるりと一周囲む円筒形の都市構造物があるのを君はご存知か。こんなさ、序盤の序盤よ、言うなればまだチュートリアルよ、言うなればまだチュートリアルで、この低たらくは恥ずかしいよ。なんだろう、やっぱね、まあお気づきの方も多いと思うんですけど、本人マン2つのことを同時にやるってのが、あ、壊滅的に難しいんですよね。うん。それで、こういうことになっ、いや、でもね、でも多分ね、喋ってなくても多分同じぐらいのミスはしてるな。マリオなんてのはね、おいそれとこう、よいしょ、あ、人間が手を出していいようなものじゃないんだよね。日比谷線のね、その長い長いエスカレーターをぐるりと囲む、あの城壁のような、円筒形の都市構造物の外壁が、もう全部マリオなの。巨大マリオの垂れ幕っていうのなんだわかんないけど、になってる。もう思わず記念撮影だよね。で、その後、今度はさ、その内側をちらっと覗くと、エスカレーターその円筒形の建物の内壁が、今度はもう群生するおびただしい数の、キノピオの群れ？すごかったよ。正気を疑うぐらいのね、キノコ空間だ。うわっと、危ね。よし、た。うん。ブーメラン先生がいるね。届かないでしょ。からね、まあまあまあ。で、ここも大事に行こうね。よし、た。そう。で、まあ、東宝シネマーズ六本木着くじゃん。着いてさ、インターネットチケット発券とかで券出すでしょ。合わせ合わせ、うまくいったらお楽しみ。一回きりの大チャンス。なんだべろね、これね。でかかったね、今のキノピオンね。さっきより全然、マリオもでかくなってたけどね。うわっ！これあれだね。こう、なんていうの？ルーレット？スロット？スロットじゃないか。あっ！絶対いける。ええ！もうなんか、え？絶対無理じゃん。ああ！ちょっとしたなんかこう、バイオテクノロジーの産物みたいなね。ビオランテみたいな、なんか、パラサイトイブの敵みたいになったけど。いやー、これなんかの敵の城なんだよね。うん。クッパ城なの？これも。何らかのクッパ城的なことの。ういっしょー！ものすごく臆病な人だと思うね。ここまでさ、その、防御、その、外敵の侵入に対して、圧倒的な恐怖、巨大な恐怖の裏返しでしょ。ここまで武装しなくちゃならないっていうのはさ、つまらない人間なんだと思います。あれ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 、ちょっと待ってよ、やだもう。今のもったいないね。これ、チビマリオは、しゃがめないんだね。ちょっと待ってね。よいしょ。よっ。これは多分これでやり過ごせるはず。多分ね。よし。じゃあ、隣の部屋行きますか。これね、隣はもう、いるよ。確か。ね。いる。いるでしょ。はい。いる、ボス、T の。まだ気づいてないね。はーい！こっちだよー！あ、来た。これね、3回です。これね、3回。
これもね、知ってんです、私。これはね、3回。1回でしょ？これね、3回で死ぬんです。これね、あー危ねえ！怖え！怖え！怖え！はい、冷静に。大丈夫。まずは、冷静に。普通の声で。大丈夫。大丈夫、大丈夫、大丈夫！よし。もうね、もう3回なんです、こういうのは。もうね、私とね、心得てて、結局こういうのも、6つの金貨が人生におけるいろんなことの先行学習ツールだったんですけれど、あれやだなこれ絶対あいつと勝ち合うやつじゃないの。どっか行ってくんないかね、鶴橋おじさんとね。まあいいよ、これはね、ノッキングで、おい、ノッキングで、おい、勝った。うん。お、なんか出たね。来た。おーい、こんなのあるんだ。知らないね。よし。オッケーに、ごめんまで来た。何の話したっけ。うわー、すげえ。これあれか。助けてくれのやつだ。生き埋めだぜってやつね。おいしょ。死にかけてるって。ちょっと待って。よし。ほい。あ、やだね。いや、そのマリオの世界ってさ、すごいあらゆるものに、草木、雲、神羅万象にさ、目書いてあるやばい世界だと思うんだけど、それだけにこういうパックンとかさ、ああいう、目書いてないキャラが死ぬほど怖いっていうか、やめてほしい気持ちになるんだよね。ちょっと待ってね。ちょっと慎重に行こう。なんか、ほらほら、こういうことがある。ちょっと待ってね。慎重に行こうね、ほら。ああ、もう慎重さがあだとなったようだな、本人は。さて。やった。オッケー。またフラワー取りたいね、下のカード。劇場着くじゃん。で、インターネット発見でさ、チケット、あっ起きた。うまいもんですよ。発見するでしょ。で、上の階ですとかって言われてさ、東宝シネマズの、その下の階にも劇場があるんだけど、上の階にあるのね。くるりんくるりんカードをめくっていろいろ当たる。お手つきは一回だけ。ああ、これあれです。神経を衰弱させる遊び。ああ、これ得意なんです。任せてくださいよ。こういうのはね、あれ？おいおいおい。今の私悪くないでしょ。おお、ここまで来たか。6面。オッケー。相手さ、シアター、じゃない、スクリーン9っていうね、上の階のシアターまでエスカレーターでグッと行くんだけども、そこもさ、こう、マリオの、こう、垂れ幕とか横断幕みたいのがあって、もうね、ウキウキしちゃうわけよ。でも子供たちいっぱいいて、もうその頃はもう全身もマリオ帽子かぶってたり、マリオの T シャツとかぬいぐるみとかいっぱい持ってきてて、もうちびっこいっぱいなの！すごいワクワクして、で、エスカレーター長い長いエスカレーター登っていくじゃん？そうするとさ、そのエスカレーター登ったところに、なんと多分撮影で使ったやつだよね。マリオカートの実物が置いてあったんだよね。うん、これどうしよう。あっ！オッケー。怖いよね。おぞましい気持ちになる。1アップ、1アップ、1アップくださいよ。はい、ノー1アップでしたけれど。そのさ、マリオカートの実物があったり、あと、東宝シネマズの六本木、一回行ったことある方ならご存知かと思うんですけれど、あー怖っ。あ、これあれだね、なんか、シンセサイザーのこう波形いじるとこみたいな、こう、うわお。いやほん。全然大丈夫。絶対安心。いけるいけるいける。ちょっとごめんね、口数が減っているけれど、もう集中してんだよね、やっぱりね。話しかけないでくれる。じゃーい。オッケー。クロスクリア。ああ、うわ、こんなとこいるわけねえだろ。うわ、しかも、うわー、あら、2枚しか揃わなかったけど、まあ1アップだね。オッケーオッケー。まあいいとしようや。これなんだ、またキノコんち。これ何かな。うん、ふふん、すごいでかい！なんちゅう、なんちゅう家！ああ、いい間取りですね。だ、口が裂けても言えない。オッケー。オッケーってこれ何なんだっけ？あれか！ステージ上ってこのワールドマップ上でなんか使うことができるストックオプションなんだっけ？ストックオプションって言うとなんか株券みたいな。大変大変、王様がこんな姿に変えられたよ。魔法の杖を取り返してください。犬になっちゃったんだね。まあいいじゃないのね。よし。てかなんか優しいね。その敵がどういう人たちか知らないけどさ、変えるのが、なんていうの、まだその、なんか、こう、岩とかだったらすごい辛いけどさ、王様がね、岩にされましたとか、なんかあとは、
食虫植物にされましたとかさ、犬ならまだいいじゃねえかって。怖いね、ここあれなんだ、敵の飛空艇なんだね、ここに乗り込んでて戦うっていう。でマリオカートの実物はあるしさ、それでその六本木の東宝シネマズに行ったことがある人ならお分かりかと思うんですけど、って感じだよ、まったくよ。嘘、自分から言ったよ。スーサイダルマリオすぎるな。これな、船を追うんだよね、確か。これであれだよ、多分。これ使えるってことだ。じゃあ、フラワーで行こうかな。フラワーで行くことの意味が、どのぐらいあるのかわかんないけど、そのね、東宝シネマズのさ、ごめんね、話進まねえな。東宝シネマズ六本木の東宝シネマズ六本木の、なんだっけ、あそこは、その、スクリーン9に行くまでの道のりに、回廊みたいのがあるの、ご存知ですかね？ね、その回廊の壁面ももう全部、もうマリオナイズとされている。で、その回廊を抜けたら、なんと食らいまくりだよ、食らいまくりだよ。その回廊を抜けたら、なんと本人さんたちがいらっしゃいました。マリオとルイージのご本人がいて、びっくりしたね。大スター、世界的大スターの、あ、来た、ボスだね。うーい、あーマジで言ってんのかよ、おい、また遠く行っちゃったよ。まあ、行くよ、行く、絶対に行ける。そのマリオさんのご本人がいらっしゃったの、大感動だよね。すげえ嬉しくて、係の人にさ、これって写真一緒に撮らせてもらってもいいんですかって言ったの。だってさ、ここまで来てさ、マリオとルイージに会ってんだから、マリオルイージ本人マンの三大ヒーロー揃い踏みで写真撮るしかないじゃないっていう、万発確定じゃねっていう、そういう気持ちでさ、ああちょ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 、あー行っちゃった、あー危ねえ、怖え、行くわけよ。そしたら、あ、ちょっとごめんなさい、お写真の方はお控えいただいていて、って言われて。すごい、残念だったね。もうちょっと、もう嫌だよ。下手ー、下手くそーって言われるよ、こんなの。マリオに言われるよ。もっと自分うまく操演してくださいって言われるよ。操るに演ずるとか、操演してくださいって言われるよ。それでさ、写真撮られないって言われて、じゃあどうしたらいいんですかって言ったら、遠巻きにこの2人、マリオとルイージを撮っていただく分には構いませんって言われて、ああそうですかっつって、おもむろにね、遠巻きに2人の写真撮ったんですけど、結構ごつかった、ごついって言い方あんま良くないですけれど、作中でね、マリオさんが結構そのご自身のまあ身長がちょっとこう低いみたいなのをコンプレックスに思われてるみたいな、そういう描写があったんですけど、いや全然全然って感じでした。もうでかいでかい、威圧感を覚える、いや、まあ、威圧って、まあ、オーラっていうところね、オーラを、途方もないオーラを感じるほどでしたけど、マリオとルイージさんがいて、でも四方八方にさ、手振ってんの、なんか、ご機嫌よ、みたいな感じで、それで私もそれを、よいしょー、いけるいけるぜ、絶対にいける、あ、勝った ?3 発だもんね、なんせ。この辺はやっぱね、6つの金貨で学んでるんで、オッケー、なんか取ったね。モンキーレンチみたいなの取ったよ。オッケー。これでクリアなのかな？あ、大丈夫？こんなの。そう、ラピュタみたいになってるけど。それで、ああいうタイプの王様だったんだね。よかった、よかった。元の姿に戻れた。ありがとう。お元気ですか？もし、お化けに出会ったら、背中を向けていると、追いかけてくるので、気をつけてくださいね。宝物を一つ送ります。何かのお役に立ててください。ピーチ、ピーって書いてあったね。ワールド2だ。二面来たぜ。オッケー。どこまで、お、こういうとこも歩いたね、昨日っていうかその。うわー、なんかいる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 。やだやだやだ。誰が入ってんのあれ。うわ、ちっちゃいクリボ。かわいい。やだね。てらってないのが怪しいの。これだね。先んじて殺す、先んじて殺す、待ってね。もうほんと、冷酷にしてひど、先んじて殺す。もう、それがね、やっぱ。生きる道、あー星が欲しかったのに、うぅ
もう間違い当たったね。無益な殺生がやっぱさ、こうやって自分に返ってくるんですよ。そういうこと思いながらね、このね、光沢のないのがフェイクなんですよ。フェイクで先んじて殺す。でここにね、これは先んじて殺す。でこんでキノコ取ってスーパーマリオでしょ今。あれが怪しいんだよな。だからこの辺から先んじて殺す。先んじて殺す。先回りして殺す。殺す。もうこれがさっき大変なことになった。でこのスター取っとくといいですね。イエーうわっ。これなんだろう。うわっ。あれ、あ、スター短え。つかの間の三日殿下だったね。はいはい、あ、行こう。あ、なんか上いいんだね。落ちてくんのか。クリボだね。よいしょ。でさ、そのマリオとルイジさんとさ、目も合わないしだ、遠巻きに写真撮ってさ、子供たちもえって感じだったよね。絶対にこれ一緒に撮れるって感じなのに、えって感じで。まあでもさ、あれ写真撮影ありにしちゃうと、もうあの辺がごった返して大変なことになるんだろうね。そんなことはちょっと思ったけど。ああ危ねえ、怖い。うお、今何、コースクリアによってなんか世界のすべてが解決したって感じ。わかんないけど、すべての問題がさ一気に解決するなんていう、そういう方程式はどこにもないんだぜ。絵合わせ、絵合わせ、あ、これか。さっきねバイオビオランテみたいなの作っちゃったから。ああ、もうダメじゃん。結構ダメだね。口二つあるやべえ生き物になってたけど。はい、次。おいでね、その、マリオさんたちとさ、さよならして、よっと。よいしょ。もう、ここにあったんだ。劇場の中入るじゃん。その劇場の中入ったらまたこれが、もう、驚きあ、ちょ、ああうわお、ちょっと待ってよ、音楽かっこいいね、ここね。待って。よいしょ。うわっ！撮ったね。劇場に入るじゃん、劇場ってかさ。そしたら今度、あーもう、あーやだ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 、こんなところで終わってたまらない。よし、大丈夫だよ。本人マンはまだまだやれる。そう感じるよ。これは？あー、動くやつね。かわいいな、お魚かわいいけれど、亀さん。おお、なんだあれ。よし、もらっとこう。こういうのはね、取っとくとね、だいたいいいことある。ああ、ちょっと待って。どうしよう。ああ、怖い。ああ、これをこう行けばいいね。まあまあ、なんてことない道のりではあったよ。どうしようね、このさ、ぷくぷく言ったっけね、これね。よ、ぷくぷくって殺せない？無理か。やり過ごせばいいのかな。まあいいや。よしと。オッケー、これでもうクリアじゃね。もうゼロ機だけどね。はい、ちょっとこの辺で星を出ろ。あ、ダメだ。マリオさん。それでさ、劇場入ると、なんて、座席という、あの座席に、座席のカバーみたいのがついてんの、わかりますかね。背もたれにカバーで、それに絵が描いてあって、それがまた、なんだ、先ほども申し上げた、群生する無数のキノピオで、入場するときに、あ、これね、さっきピチが言ってた、テレサ問題。いや、早えな！よ、大丈夫、絶対に大丈夫。気の弱いお化けなんですよ。かわいいもんじゃないの。いやー、来た下から。やだな、なんかあの緑色の、ああ緑色のブロックってわけじゃないんだ、あれは。たまたまそう見えてるだけ？うっつ、ぶねー。これなんか入ってそうだよね。うっち。キノコ、こっち来てー。怖いねー、この、ステージ。ああ危ねえ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 、おぉ、全く見えてなかった、ドッスン。それで、自分が何話したいかっていうと、無数のさ、群生するキノピオが、全座席に、へばりついてんの。かつ、入場するときに、
もらう内輪、これにも無数の群生するキノピオが描かれていて、もうなんか人生でこれ以上のあのキノコごった返し空間ってのは私見たことがないんだけど、これうわーおーおーいける。もうこの辺であれじゃね、イルボスティーノ、あ来た、イロチだよ。あれなんなんだこいつ、頼むぜ。うわ生まれたての子犬みたいな手足の動き、うおよしよし、もう一回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 、次で終わりだ。ああ私が終わった。マジで言ってる、どっから、あこっから、はいはい、やりますか。もうちょっとだからね。もう何がもうちょっとなんだよ、全然もうちょっとじゃねえよ。それでこれはさ、だから叫んじて殺すね、あれでしょ。ああこうか、こう入ってこられたら終わりだな。やべ、あやり過ごそう。それでほい、やった、あーもうやだ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 、さっきと同じような感じでやりたいけど、左下でなんかちっちゃいクリボー死んでて可愛かった。いいでね、もうさ子供さんたちうわーっといて、みんなさっきも言ったっけ、なんかさいろんなね、みんなこうコスプレじゃないけど、まあガチコスプレイヤーもいたよ。なんかこうフェイクマリオもたくさんいたんだけど、フェイクルイージも、ルイージに類似したルイージもいっぱいいたんだけど、そこでさあの私の横はさ、なんかお子さん、ちびっ子ではなかったんだけど、あの お兄さんだったんだけど、なかなかのあのもうあるキャラクターのこう何ぬいぐるみを持ってきて、それを大事に抱っこして一緒に見てんの。でも劇中でもずっとその子をなでなでしたり、その子が、その子がね、あーちょっと待って、やだ、さっきあんた息のね止めただろ、あんまりその炎が自分の意志を持つな、プロペテウスにもらって私たちが文明の発達のためにって名付けてきた炎にやられた。それでさ、お兄さんがさ、横に行って、ずっとその、あるキャラクターがね、映ったりなんかすると、なでなでして、今君が映ったよ、みたいなことやってんの、たまんないよね。私もそれがやりたくてさ、この間上野の山城屋ってとこで、ヨッシーの400円のキーホルダー買ったんだけどさ、完全に持ってくの忘れたよね。家帰ったら寂しそうにいたよ、ヨッシーのキーホルダーがね。持ってかなかった方のカバンについてた。持ってかなかった方のカバンについてた。よし、これでスタートって。ああ、あっち行く？あ、そう。まあいいよ、スター短いんだもんねー。やばいやばいやばい、やばいやばい、また同じとこに来てるー。乗りたい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 、よいしょ。警察来るよ、こんなの、本当に。去年来たからね。家でお歌撮ってたら。ドン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 、嫌な感じするよ、本当に。それでね、ちょうど本当に歌撮りしてる時にブワーッとなんか叫び声上げてる時にバッと来たからさ、慌ててドンドンドン警察ですとかって来た瞬間にふーってあのファルセットに急いで変更したけどね、言い逃れできるようにって、時すでに遅しだったけど、ブワーッて叫んだ後にね、ふわーっとうーっと、よし、あ、お行きますか、あーん、わうわーわ、ちょっとやばいやばい、もう同じようなところです、ずっとなんかいたり来たりを繰り返しておりますが、いけんじゃないこれは、今度こそ、おいおい、確実にやっぱりさっきよりも上手くなってるし、やっぱそういうさ続けることめげずに何度も何度も再チャレンジ続けることで絶対に今までの自分を乗り越えることができるって、そういうことをやっぱりマリオさんは作品の中でも教えてくれたんだよね。ああ俺たちみたいな学びにも、あいしょ、大丈夫？大丈夫？大丈夫？なんかいるね、いるね。やった。さっきもあったね、こういう出来事がね。コースクリアすることで、この世界のすべての諸問題が解決するっていうね。はーい、次。またここあんのかね？神経衰弱？あ、これあれか。部屋合わせか。これなー。あれ？もう無理だ。ちょっとごめん、やけくそになってた今。これなーじゃねえんだよ。ちゃんとね、すべての瞬間、気を抜かず、一生懸命にやっていかないとね。あ、ここね。砂の中からパックンフラワーだよね。それでさ、いよいよ映画始まるんだよ。予告編もなんか、いい感じだったね。なんだっけ。
トム・クルーズとかやってたよ。トム・クルーズとかね、ピーター・パーカーの映画とかね。すごいね、今年も楽しみだね。なんか面白そうな映画がいっぱいかかるんだね。大変なことだね。どんだけの超大作がどんだけの数毎年作られてんだって話でね、驚きましたけど。やった。うわ、怖い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 。上手くなってんでしょ、やっぱり。さっきよりも確かな自分の上達を感じることができるし。そう。やっほー。あ、そうだ。これもやけくそになっちゃいけない。しっかり、しっかり目視で間違えました。はい。で、映画始まりますよ。ティリーンとかつってさ、ニンテンドーのサウンドロゴみたいので始まったような気がするんだけど、物語はニューヨークのブルックリンから始まります。移民のご家庭なのかな？おー、ぶねー。あいつら死なねえんだよ。あいつらがどうやって生成されてるかも映画を見ればわかります。このね、ドクロノコノコみたいなのいるじゃん。名前わかんないんだけどさ。あの亀たちがいかにして生成されているかっていうことが、あの劇中でちゃんと描写されていた。うわぁ、ドッスンクライシスだったね。ちょっと待ちよしよ。もうちょっとで、ね。あのボスぐらい倒したいよね。やった。それでさ、物語始まるの。舞台はブルックリンでね、移民のご家庭なのかな。で、マリオがさ、会社辞めたんだって、脱サラよ。それで起業するっての。うん、舞台現代だね。多分みんなスマホとか使ってたしね。うん、けどなんか非常になんか90年代初頭ライクな感じのヒップホップに乗せた、起業 CM をだね、スーパーマリオブラザーズっていう看板掲げて、配管工の会社立ち上げますっていうことでさ、金かかるよテレビ CM 流すなんてさ。あー、マジか、むずむず、マジで言ってんの。いや、絶対に負けないよ。何度だって立ち上がるんすよね、マリオさん。そういうことはマリオさんはやっぱ自分たちに示してくれたし、あの時のマリオさんがああいう姿俺たちに背中見せてくんなかったら、俺絶対やっぱ本人マン続けられなかったと思うし。よしった。ほんとそういう映画でさ、なんかいきなりマリオはね、その会社辞めて、もう辞めた会社の前の社長にも嫌がらせされるし、それで、ダメだよねそんなんね。まあわかるけどさ、それで親父さんも無理解なのよ。せっかく息子がね、一年放棄して新しい会社ってのが、なんでせっかく勤めてる会社辞めて、しかも弟のルイージを巻き込んでまで、よいしょ。ね、見込みがあるかわかんないよな。こんなんでレッドオーシャンに、おお、なんだ、こんなんできたんだっけ。すげえ跳躍力。よいしょ。普通の B ダッシュ。ああ、なんだ。ああ、久しぶりに君に会えたね。たぬきマリオ。よっと。よっと。あ、こんな大ジャンプになるんだっけ。おお、なんかあんまよくわかってないな、私が。その、このマリオの、本作におけるマリオのいろんな特性というかね。それでさ、うだつながんない毎日送ってるわけよ。ね、もうダメなんじゃないのかって。うん。そしたらさ、ある日ニューヨークが大水没。地下の下水道管なんかに、こう欠陥ってか事故みたいなのが起きてさ、それでもう街中都市機能が完全に崩壊してて、でもう政府もお手上げみたいなところに、勇敢にもこのマリオが弟引き連れて向かっていくの。そしたらもう長く使われてなかったような、もう使われてない、よくあるじゃん、パトレーバー2に出てきたやつだよ。おっと、あの長く使われてないような、あーっと、何度だって立ち上がるんすよね、マリオさん。そうやって俺たち今までやってきたんすよね。絶対に失望させないでください。お、こうやったら出てくるんだね。また一つ勉強になったよ。あっと、やっほー、よしっと、よいしょ。ゆっくりに乗ってはないけど。待って、あららら。アイテム2号があれば。よいしょよいしょ。
ッケー。でもこれもう終わりだから、これでもうコースクリアだから、オッケー。なんかいるんだっけ、いないんだっけ、いないボスっていいのか、こっちは。よし。まあ、ちょっと集中力が途切れ始めてるけど、不屈の精神で、次、ボスの間っすよね。自分、今度こそ、あいつと蹴りつけるっす。まあ、見ててくださいやっと。テレサがいいんだよね、これね。おっと。ドッスンで一回死んだのがすごいね。痛恨だよね。よっ。それでさ、なんだっけ。もう長年使われてなかった、ニューヨークの地下に眠る、もう忘れ去られた下水管みたいなところが密集する変なエリアにたどり着いちゃうわけよ。で、そこで不思議な緑の土管に二人が吸い込まれちゃう。こっから冒険が始まるんだよね。で、吸い込まれた先がこの世界とは別の世界で、あー怖っ、え、何？なんかルイジはダークワールドみたいなところに連れてかれちゃう。で、マリオ、あれー、マリオはね、無数のキノコが群生するキノコ王国にたどり着いちゃうんだよ。で、そこで出会ったのがさっきもいろいろなんかこう指南してくれたキノピオっていたでしょ。あいつがいろいろこうね、最初にマリオを認めてくれるんだよね。まあ、外の世界から来た外来のものってことでさ、他のキノピオたちはキーな目で見たりとかするんだけど、このキノピオだけはすごくそのマリオのことを深く理解してくれて、で、ピーチ姫に合わせてくれるの。要は、この謎の世界に紛れ込んじゃう途中で、大事な最愛の弟、ルイジと、はぐれちゃった？それが、なんか怪しげなその、おそらくダークワールドと呼ばれる、すげえやべえ世界、やばい世界に行っちゃったっぽくて、それを助けるためには、ピチの助けがいるっていう話になり、で、ピチ姫と越見。で、ピーチ姫ってのも、サピエンスなんだよね。うん。この世界多分ね、なんか我々が住むこのサピエンスの世界と別で彼らの世界があって、それを土管が繋いでんだよ。で、どうも、あー危ねえ！話を聞く限り、ピチもこっち側の人間でサピエンスだったんだけど、子供の頃にまだ記憶が全然ないような自分に、そのキノピオたちの住むキノコ王国に紛れ込んでしまって、だから元々はニューヨーカーのご家庭の行方不明時の神隠しであった可能性が非常に高いのだけれども、それで、おっと、知らないステージに来たぜ。おいおい。ホニマンうまくやれよな。みんなが見てるからさ。それで、なんだっけ、どこまで話したっけ。ピチに越見してさ、ピチに相談するの。ピチに、そのルイジが、あーっと、ルイジがさ、よっと、これあれなんかもらえそうじゃね。もらえる機運の高まりを感じるんだけど、もらえないか。これ入れられるんじゃね。入れる機運の高まりを、お前、大丈夫のこちゃん、こんなことなってさ。のこちゃん、いいの？これ多分パパパパパパってなるやつだね。でもチビマリオだし怖いな。怖いし、なんか、あー、あいつがいる、あいつがいる、あいつがいる。先んじて殺さなければならない相手がいるー。おぉ、いるね、劇場版いる、いる、ガー、ちょっと待って、イグジストしすぎだろ、ちょっと待って、あー、大丈夫だよ。あ、なんかめっちゃダブっとる。うん、すごいね、いいね、よくはなかった。うん、ちょっとこれ、もういよいよ40分になっちゃうので、ちょっと今日は、ここまでにしようかなって正直思ってます。まあ、物語まだまだ全然続くし、序の口だし、マリオたちの暴言ってのは、これからどんどんもっと苛烈さを増していくし、クッパってのはとても悪いやつで、強大なエネルギーを持ってて、で、しかも、ピーチ姫と結婚がしたいっていう、なんだかすごく前時代的な価値観をこっちに押し付けてくるし、で、傍若無人な振る舞いをして、血も涙もないようなやつなんです。で、それに立ち向かっていくときに圧倒的にこっちの兵力は足りない。だからコング族の力を借りて、こっちもその勢力を拡大して戦いに挑むんだけれども、とても太刀打ちできないっていうときに、マリオが危険を聞かして、ある、とても思い切った行動を取るんです。でもその行動によって、こっちの世界とあっちの世界が繋がっちまった。大変なことになった。もうこれはもう映画で言うと、もうロストワールドの最後で、あの島で起きてた出来事がなんだか知んないけど、アメリカ大陸に持ち込まれて、その、街中で T-Rex が暴れて大変みたいなことになってるっていう時に、マリオの、を見
決して認めてくれなかった親父さんたちも見守る中で、マリオとクッパ最後の戦い、そこでずっと、もう、あ、なんだ、とても弱々しくて、マリオにずっと助けられてばかりいたあのルイジが、なんと、あの、なんだ、第三、決戦第三神東京市の時の、綾波レイのような活躍をして、マリオを助けて、スーパースターをゲットして無敵になった二人が、瞬間心重ねてクッパに勝つっていう映画のラストはもちろん、アメリカ版ゴジラのオマージュかのように、ヨッヒー。ヨッシーの卵にピキッとひびが入って終わるんですよね。これはね、ぜひ映画館で見ていただきたい。そんなようなことをね、もっとこう時間をかけて話したかったんだけれども、いやー、いかんせん私のマルチタスク能力はこの辺が限界だったのかな。そんな気持ちで、明日もマリオさん、そうですよね、やっていくしかないですよね。本人マン本人でした。本人マンのね、スーパーマリオブラザーズムービーを見ての感想を話しながらの実況でございました。ありがとうございました。どうも。